どうも皆さんこんにちは、ドライブです。今回もジャッジアイズの方やっていきたいと思います。でメインストーリー進めていきたいんですけど、ちょっと連絡が来るまで待機っていうことで、ちょっとこいつをボコろうと思います。それどういういいいいいいごめんごめんごめん、えい久しぶりに演武で戦って、蹴り飛ばすんかと思ったら乗るっていう。まだまだ届かない。よいしょ、立てよ、いてぇ。たくいい加減にしろよ。ということで連絡来るまでカットです。はい、ちょっとね、カットし連絡来るまでカットしようと思ったんですけど、あのマップで赤の丸があったから行ったら、なんか海藤さんとスーツのおっちゃんが話し合ってるっぽいんで、ちょっと見ていこうと思ってます。何やってるん海藤さん、あそこにいるのはカイザーさんじゃないか。相手は誰だろう。仲が良さそうだけど。よ、カイザーさん、その人は知り合い？ターボー。おう、ターボー、こいつは足立。中学の時のダチだ。足立、こいつはヤガミ。よく話してたターボーだ。ああ、あなたか。カイトーから聞いています。私は足立隼人と申します。足立エステート代表取締役社長。社長さんなんですか？小さな会社ですがね。証拠？こいつさ、長年連絡を取ってなかったんだが、ついこの間ばったり再会してな。最近よく飲んでてよ。ターボー、お前にも紹介しようと思ってたんだ。へえ、そうなんだ。ターボー。ターボー、これから、足立と飲む予定なんだか、お前も一緒にどうだ？おお、そりゃいい、八神さん、ぜひ。え？今から随分と急だな。まあいいじゃねえか、ほら、テンダーに行くぞ。ちょっと連絡待ってるんですけど、飲んじゃうんすか？私は中学の時から頭が良くってよ、成績は学年で一番だったんだぞ。へえ、優等生だったんですね。いやー、どうでしょうね。勉強はできたんですが、喧嘩っ早かったんで、教師からしたら不良扱いだったでしょうね。まあそうだろうな。だから不良同士妙に馬が合ってな。当時隣町の奴らと襟合ってたんだが、私とはよく組んで一緒に喧嘩したもんだ。なんか喧嘩強そうには全然見えへんけどな。頭の切れる足立は頭脳、喧嘩の強い俺は腕っぷし、意外といいコンビだったよな。ああ、そうだな。カイトと組んでる時は一番楽しかった。カイト！カイト、お前以上の相棒は他にいない。今でもな。嬉しいこと言ってくれてんだか。相棒に今黄色マーク出てたな。黄色文字で相棒って書いてあったぞ。もっとも今新しい相棒がいるみたいだけどね。ん？ん？俺のことですか？ん？ターボが、まあ一緒に働いちゃいるが、相棒か。どうなんだ、ターボ。相棒というか同僚？いや、相棒と言えなくもないか。八神さん、突然お願いで申し訳ないのですが、ちょっとカイトを借りてもいいですかね。ん？カイトさんは仕事ですか？本当は事務所に伺って話そうと思っていたのですが、ここでよければ聞きますよ。どんな仕事でしょう？お、何かな、あんのか。カイトに用心棒の仕事を頼みたい。用心棒ですか？おう。おい、足立、どういうことだよ。前に話したように、俺は今、神室町で不動産屋をやってるんだが、この業界、特に神室町には厄介な奴らが多い。特に俺みたいな新参者には風当たりが強くてな。厄介な奴らというと、やっぱりヤクザ関係ですか。何かと因縁をつけて、みかじめ料だの、なんだの要求してくる連中が後を絶たないんです。じゃあ、用心棒っていうのはそういう連中から守ってほしいということですか。はい、もちろん、八神さんの手は、煩わせませんかな。八神さんの手は煩わせません。お忙しいとこでしょ。はい。ちょこちょこ難しい感じ出てくるんだよな。事情は分かりました。俺としては問題ありません。回答さんよければ。まあ俺は構わねえが、足立知り合いだからって報酬は負けねえぞ。もちろん八神さん、依頼料は1日あたり8万。はい。突然お願いにもかかわらず引き受けていただきありがとうございます。久々のコンビ復活だな。うん、懐かしいな。こちらこそよろしく頼むぜ。
うわ、当たってそうだ、当たってない。うん、当たった。寂しいと思ってんじゃん。海藤さん、昔なじみと一緒だったからか、いつになく上機嫌だったな。足立隼人、海藤さんの相棒か。足立さんの会社の場所は名刺も書いてあったし、後で仕事ぶりでも見に行ってみるか。ああ、連絡が後になっちゃった。どこ？え、どこ？名刺に書いてあるって書いてあったな。名刺。天下一通り裏。天下一通り裏、この辺か。ここを曲がると吉川ビル。あ、おった。やってんね。ああ、クソみたいな因縁つけてきやがって、とっとと薄いな。海藤さん、用心者しかしっかりやってみたいだな。ん？なんすかあれ、ヤクザ？多分そうだろう。あの不動産屋は黒い噂もあるし、ヤクザがいてもおかしくねえ。黒い噂っすか。まあ、あくまでも噂だが、脅迫まがいの交渉で土地を強引に買い取ってるとか。無視できない噂だな。ターボー。お、ターボーじゃないか。どうしたんだ？逃げてった。ん？なんだいつら。カイトさん、足立さんとの仕事はどう？特にトラブってない。特にトラブルなんてねえけど、なんだよターボ、俺がトラブル起こすでも。いや、そういうわけじゃないんだが、ちょっと気になる噂を聞いて。カイト、カイト、今日の仕事は終わりだ、飲みに行こうぜ。おや、八神さん、聞いていたのですね。どうも。じゃあカイト行くか、いつものテンダーでいいよな。おう。あ、だからその前に飯行かせてくれ、腹が減っちまった。さっき聞いた黒い噂、ちょっと心配だな。一応調べとくか。町の町の雑多なんて読めろ。情報が集まりそうな場所で聞き見せて、何かわかるかもな。なんか多いところ行ってもいいの。簡単な漢字2文字が組み合わさると、やらせてもらうよ。漢字しても読みが難しくなるみたい。ほらほら、間違えた。三角押してもた。ったく、時間食っちゃったよ。情報を集める。情報、どこ行こう。どこに行けばいいのかな。こういう人ら違うな。あ、この辺。ちょっと多すぎませんか。いい加減。はい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 、喧嘩慣れしてるから。オッケー、強なってる。確実に強くなってるぞ。この辺でもなさそうやな。これサイドストーリーやしな。わかんねえ。とりあえず一緒に飲みに行く。
バーテンダーってどこやっけ。あ、この辺。あれ、テンダーってどの辺やっけ。この辺やった気がしてんけどな。あれ、ここテンダー行ってみるか。ちょっと直接本人に聞こう。どういうことや、なんか噂立っとんぞって、なんか隠してんちゃうかって、許しませんよって。お邪魔します。あれ、おらん。モスターなあ。あ、モスター、最近カイトさんがよくここに来てない。おう、ああ、友達らしき人とよく二人で来てるよ。その友達、カイトさんの昔馴染みらしくって、足立って名前の不動産屋なんだ。会社名は確か足立エステート。え、足立エステートだって。タオ、それは間違いないか。なんか知ってるぞマスター。悪評はよく聞くよ。ヤクザ顔負けの強引の土地回収やらでトラブル続きらしいぞ。え、おう、脅しや嫌がらせやらひでえ手口で土地を回収しまくってるって聞いたぞ。うちにも強引な営業が来たことがある。ヤクザみたいなチンピラだったな。そうなのか。おい、ターボ、カイトさんはそんなやつとつるんでるのか。大丈夫なの。どうだろう、ちょっとカイトさんとも話してみるよ。マジか。もしもし。もしもし、カイトさん、今どこ。足立のところだが、なんか用か。あ、ちょっと話したいことがあるんだ。今からそっち向かうよ。わかった。よくわからないが待ってるよ。ってことは、もう一回、天下一通りの、裏に行けないんか。これはやばいぞ、カイトさん。今すぐ逃げよう。おっと、目立つな。なんか、目立つな。ターボ。話ってなんだ？足立さんのことでちょっとね。足立さん今どこ？あいつは出張ってるよ。関来で会食とか言ってたな。足立もいた方がいいか。いや、いない方が好都合かな。どういうことだ？足立さんのことで気になる話を聞いたもんだから、カイトさんの耳にも入れておこうと思ったんだ。気になる話？裏が取れたわけじゃないんだけどさ、足立さんの会社は悪質なやり口で有名らしいよ。ヤクザ顔負けのやり口で知られてるんだとさ、一応気をつけておいた方がいいんじゃないか。ターボ、お前まさかそれでわざわざ忠告に来たのか。まあそんなところだ。カイトさんの耳にも入れておいた方がいいと思ってね。だったら必要ねえよ。あいつのことはよくわかってるつもりだ。世間の連中が何と言うか判断するのは俺だ。違うか？まあそれはそうだけど、こっちのことは俺に任せて、お前はお前の仕事をしてりゃいい。そうか、余計なお世界だったな。おう、ああ、心配無用だよ。それじゃあな、カイトさんの気持ちはわかるが、やっぱ心配だよな。関来会食調べてみるか。関来にレッツゴー。あ、中の矢印の方買おうか。なぜ下がる、あの男。ちょっと小走りすれば避けれたものの、人からでも行こうかな。たまに一人で来てる可愛い子がいるんだよな。それ人から目当てじゃなくね。女の子目当てで人からやん。いた、相手のとこ。畑の人間には見えないな。見えへんな。気づかれないように近づいて話を聞いてみるか。足立にバレないように盗み聞きをする。え、何見てるの、お兄さん。あ、いえ、すいません。仕事終わりのホストってところかな。ちょっと邪魔しちゃったな。あなた、
まずい、足立さんに可愛せられてるんだったら、うかつに近づくと警戒されちゃうな。なんとかならないかな。これはどうしたらいいんだ。あ、必殺変装。作業服に着ようか。ご注文の品届けに来ました。この辺やったかな。逆に怪しいやろ。あの土地だけは何があったら手に入れたい。何組やこれ。牛股組。わかんねえな、奴らには渡すんじゃねえぞ。え、そのためにもカイトです。カイトは強力な手駒です。あいつが俺たちに加われば連中も歯が立たないでしょう。問題はあの頑固な地主が素直に買い取らせてくれるかってことか。それについては俺に考えがあります。これを見てください。お、誰だよ、めっちゃ可愛いじゃねえか。大学生になったばかりの地主の娘さんです。一人暮らししているらしくて住所もバッチリ押さえています。お前まさか。欲望を持て余した部下に襲わせて、欲望を持て余した部下に襲わせて写真の一枚でも撮れれば有効な交渉のカードになる。このご時世です。ネットにアップすると脅せば地主もおとなしくなるでしょう。さすが私だ。ヤクザも顔負けだぜ。おっと、そろそろ約束の時間ですね。カイトのやつが来るんで失礼します。お、今日の仕事で今回決まる。うまくやってくれよ。あたちってやつ真っ黒じゃないか。カイトさん騙されてんじゃないのか。カイトさん、これから観覧に来るようだし、待って話をしてみるか。なあカイトさん、ちょっと時間いいか。ターボーターボ、今度はなんだよ。カイト、ようカイト、待たせたか。おや、八神さん、ちょうどいい役者も揃ったことだし、はっきりさせようじゃないか。ターボ、どういうつもりだ。カイトさん、例の足立の悪い噂、やっぱりただの噂じゃなかったみたいだよ。お前また足立のこと探ってたのかよ。必要ねえって言っただろ。それあんたが足立を信じてるからだろ。だけどこの男、あんたが思うようなやつじゃない。八神さん、何を言ってるのですか。とぼけても無駄だ。関内での会話を聞かせてもらったからな。あんたお目当ての土地を手に入れるために地主の娘さんを襲わせるつもりだな。そこで撮影した写真を脅迫に使う。さっきそう話してたよな。何のことです、間違いでは。いや、俺ははっきりとこの耳で聞いたぞ。カイトさん、カイトさんのことも利用するつもりなんだろ。やれやれ、困ったね。八神さんに誤解されちまったみたいだ。だがカイト、お前は俺のことをよく知っているはずだ。俺がそんなひどいやつだと思うか。相棒カイト、俺を信じられるならついてきてほしい。おう、ああ、一度乗りかかった船だ。最後まで付き合うぜ。え、カイトさん、多分悪いが、お前は口を出さないでくれ。こいつは俺の問題なんだ。ん、俺の問題。カイト、カイト、話は済んだか。行くぞ。おう、ああカイトさん、そいつはあんたを利用するつもりだ。ついていっちゃダメだ。ターボー、聞こえなかったか。口を出すなと言ったはずだ。いや、事実を知った以上放っておくわけにはいかないね。あのな、お前の思いは必要ねえんだ。カイトさん、力づくぜの止めるって顔だな。ああ殴ってでもな。やめておけ。お前は喧嘩で一度俺に勝ったことがあるか。確かに昔の俺ならかなわなかったかもしれない。だが今の俺ならあんたには負けないと思うけど。面白い言うようになったじゃねえか。だがこれ以上邪魔するってんなら殴ってでも通させても。おお、戦うのカイトさんと。望むところでそれとあんたの目が覚めるんだろうな。手加減はしねえ、本気でいくぞ。マジですか。先制攻撃いただきます。よいしょ。よいしょ。いい分投げられた。かわす。
強いね。さすがだぜ、カイトさん。オッケー。いや、もうちょい。チャリンコ持って振ります、振ります。チャリンコ、チャリンコ飛んでった。いや、今外出てるんです。腕を上げたじゃねえか、ターボ。散々殴られて少しは目が覚めたか。バカ言え。殴られるまでもね、目なら最初から覚めたら。ああ、カイドさん、まだわかんねえのか、いい加減にしろよ。俺がこんだけ言ってんだよ。なんで、わかってくれねえんだよ。あんたと、やりたくねえ結果までして、泣くな。ターボ、おい、カイト、その辺にしとけ。用心棒の仕事に支障が出る。あだち、悪いな、どうもこのまま行くのは筋が通らねえようだ。何？この分からず屋の所長さんは、どうしても俺を行かせたくないらしい。俺を連れて行きたいって言うなら、今ここでお前自身の潔白を証明してもらわなきゃならねえ。潔白だと？カイト、何を言い出すんだ。俺を信じられるならそんなもん必要じゃない、必要ないじゃねえか。いや、そうでもねえさ。俺自身お前の言ってることややってることに腑に落ちたことは、腑に落ちてねえことが多いと感じてたんだ。何だと？何度も飲んでりゃ気づきもするさ。お前の後ろ、黒い部分にもな。ターボーに教えられるまでもね、私には、あだちは変わっちまったのかって思ってたんだ。え？カイトさん、あんた、あだちのこと疑ってたのか？だったらなぜ、この目で確かめるつもりだったんだが、あだちが本当に変わっちまったのかどうかもな。だから用心棒の仕事も引き受けた。近くで見てりゃわかるはずだからな。それでこいつが間違いを犯しそうになったら、ぶん殴ってでも止めてやるつもりでいた。そうしたら目が覚める、そう思ってたんだが。なんだよ、話してくれよかったら。だから言ったろ？これは俺の問題だって。たくそれなのに首突っ込んできやがってよ。で、あたち、どうなんだ？ターボの聞いた話が間違いだって、納得のいく進みはできんのか？そうかい、そうかい、お友達ってのはありがたいね。俺のことを更生させたいってわけかい、泣けるね。おい、あたち、カイト、てめえのそういう、おせっかいのところ昔から、性に触るんだよかな。バカなお前は、俺の手足となって働きゃいいんだ。んお前ら仕事だ。あれ、さっきの赤服おらんよ。俺の結局知られた以上、あんたら高等学園に行かねえんだよ。カイトさん、さて、どうするよ。畜生、俺の見込み違いだったか。逃げよ、逃げよ、走ろ。カイトさん、落ち込んでる場合じゃないけど。手締めつけるなら俺も好きやけど。おあー、すまねえが付き合ってくれや。よっしゃ、じゃあ、二人で大暴れと行こうかい。カイト俺たちのコンビは解散だ。そしてお前らのコンビはここでおしまいだ。わかってこい。逃げようや。はい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 はカイトさんに殴られた傷痛いんですけど。な、な、カイト、考え直してくれ。あと少しででかい金が手に入るんだ。お前にも報酬はやる。それに、こいつ、8万って言ってたぞ。俺たち友達なら相棒だよな。いい顔してる。ぐえ。あだち、うるせえな。今のお前はこれ以上見たくねえ。カイト。なあ、カイトさん、よかったのか。いいんだ、今回のことであいつも少しは反省しただろう。それに相棒なら間に合ってるしな。カイトさん、あぼう、カーブ上がってる。カイトさん、結局お前には世話になっちまったな。助かったぜ。まあこれからもよろしく頼むわ。カイトさん、熱い抱擁や。これやっとく？バカ言え、誰がお前なんかとやるか。お前、俺たちには似合わないか。やれやれ、暴れ回ったら眠くなっちまった。俺は帰って一眠りするわ。カイトさん、こっちこそこれからもよろしく。そして俺は電話を待つ。
来たタイミングがすぎ。もしもし、杉浦だけど、カジヒラの件調べたよ。恋女房すぐ会えるかな。恋女房って釣り堀屋はわかる？わかるけど、あそこそんなに有名なのか。知る人ぞ知るってやつ。じゃ、そこで待ってる。いや、ちょっと海藤さんの株爆上がりや、俺の中で。かっこいいなー。